お疲れ様ですなんか会社が忙しくなってきたんでしばらくネットビジネスはあの休憩したいと思います、まあ、こんなこと言う人がいますあの会社のお仕事に不安を感じて将来に不安を感じてだからネットビジネスに将来をかけてきたはずなのにその将来をかけるべき道を放棄してね将来が不安な方を一生懸命やるとそれは将来不安ですよ少なくとも新しい人生を歩もうとするなら 少なくとも今いる場所から離れないと別のゴールは見出せません。私はね、ネットビジネスに一点集中するがあまり、自分の店がなくなって、社員を全員解雇するはめになりました。でも良かったと思います。十分自分の人生にはそれでお釣りが来ました。で、反面、社員やその時のお客さんと離れるのはちょっと寂しかったですけども、迷惑もかけたなと思いますけども、でも、結局他人になっていく人に対して、 まあ利益も出てないのにね、無理やりギリ立てしたところで結局はどっかでギリを書くことになるんですよ。でしたらもう万歳してねお互い別の人生歩みましょうやということで店を手放せばそのめちゃくちゃな状態のお店に仕方なく束縛されている従業員さんもまた新たな選択肢に向かって歩んでいきますしお客さんはお客さんで別のもっと楽しめる空間を探しに行けるしまあ、いわゆる踏ん切りがつくんじゃないかなと。 それはもう私がやってあげるしかなかったのかなというふうに思いますね。で、私自身、そっからもうマイナスの人生は一向に起きなくなってきて、お互い良かったよねっていうふうには今思えるんですよね。だからやっぱり新しい人生を目指すなら少なくとも今いる場所を離れないといけないと。ネットビジネスで一山当てたいんだったらその活動の邪魔になるべき忙しくなって ネネットビジネスができませんみたいなそんな仕事は切り離すしかないかなというふうに私だから思えるんですけどもね実際その狭間にいる方はどっちも手放せないよねっていう感じで後回しにする <laughs> その方向にネットビジネスを選ぶんでしょうねやっぱりねでもあなたが後回しにしても後回しにしない人はそのマーケットを取っていきますよどうします競争ですよいいらっしゃい